はい、どうも皆さん、こんにちは。エゼっです。それでは今回なんですけども、a u ペイローソン生活応援企画、ポンタポイント3%還元プラス、AU ポイントプログラムで還元率アップなど変更点含め解説、お試し機会券祭りの情報もということで、今回はローソンと a u ペイのキャンペーンに関する情報ですね。 結構、このキャンペーン自体は長く開催されているんですが、新年始まって早速ですね、変更点などがありましたので、キャンペーン改めてお伝えしていこうと思います。今後、まあ、AUP をね、ローソンで使われる方は必見ですので、ぜひチェックしてみてください。それでは 行ってみましょううといことで、今回はこちらのキャンペーンですね。ポンタポイントがいつでもたくさん貯まる a u p e 生活応援企画ローソンで a u p e でお買い物をすると、ポンタポイント3%還元というキャンペーンですね。まあ、大きな還元のキャンペーンがない限りは、僕自身はもう基本的にローソンで a u p e 決済を行うことが多いです。 で、そのキャンペーンがですね、まあ、いつぐらいから始まったかもちょっと記憶に残ってないんですけども、まあ、随分前からスタートしておりまして、またですね、ここの日付見ていただきたいんですが、期間が2021年1月1日金曜日からという風に期間が変わっておりました。まあ、多分この期間がね、改めて変わってる理由としたら、まあ、若干のま、変更があったということも意味しているのかなと思います。なのでね、この一部変更ありということを踏まえて、改めてちょっとキャンペーンについてお伝えしようかなと思います。 で、今回こちら公式のページの表がですね、結構わかりやすかったので、ちょっとそのまま参照します。で、こちらのキャンペーンなんですけども、au かもしくは有機モバイルを利用されている方とそうじゃない方で還元率が若干変わってきます。 で、まず、今回のね、お題の通り、3%還元というのが、もともと aupay で決済するときは0.5%のベースポイントがあります。で、それに今回は2.5%が上乗せされて、実質これで3%還元が可能ということになります。あと、こちらもですね、ちょっと見ていただきたいと思うんですけども、au ポイントプログラムステージ制特典ポイントということで、まあ、レギュラー、シルバー、ゴールド、プラチナのランクがあるんですが、まあ、それぞれのステージをクリアしておくことによって還元率っていうのがアップすることができます。 このステージに関しては人によって変わってくるので少し見ていただきたいと思うんですが、まあ、左からレギュラー、シルバー、ゴールド、プラチナということで、そのステージをクリアするためには下に出てるようなスコア、この数字のスコアをクリアしないとクリアすることができないということになっております。199以下の方に関してはレギュラーで、200から499の方はシルバーっていうようなこんな感じの区切りになってるんですけども、このスコアをクリアするためにどういったことが必要なのかっていうのを見ていただきたいと思います。ちょっとこちらも引っ張ってきたんですけど、 けども、まあ、分かりやすい例で言うとこんな感じですね au ペアプリだったりとかマイ a u アプリっていうアプリを起動することによって1スコアもらうことができますで他にも au ペのコード支払い au ペプリペイドカード au ペのクレジットカードですねこういったもので購入1回で3スコア貯まりますでさらに5000円ご利用ごとに10スコア貯まるので、まあ、普段からもう au ペの決済を利用されている方はもちろん au を契約されている方は、まあ、かなりスコア貯まりやすいイメージかなというふうに思いますであと少し 前もね、動画にしたことあるんですけども、AU ペンマーケットを au1 までですね、9名称としたら。そこで購入1回で9スコア貯まったりとか、5000ご利用ごとに30スコア貯まったりもします。他にもですね、こんな感じのスコアの貯め方があったりするので、まあ先ほどお伝えしたように、au を契約されてない方ももちろんなんですけども、au を契約されてる方は、まあ結構スコアが貯めやすいのかなと思います。あと、UQ モバイルであったりとか、au の自分銀行とかもスコアが貯まるみたいですね。ちなみになんですけども、今出てる僕のスコアはこんな感じです。まあ12月のあなたのステージということで、 今現在はレギュラーステージとなってます。で、ステージ確定は毎月3日ということですので、まあ、この動画をアップしているのがおそらく1月2日の土曜日なので、その時点ではレギュラーと。ですけども、1月のステージにおける獲得スコアということで、まあ、多分僕の見方が合ってれば、259スコアをクリアしてるんですよね。真ん中のシルバーの200のラインをちょっと超えてるので、おそらく1月の3日以降はシルバーのステージになるのかなというふうに思います。 ちなみに集計期間に関しては、2020年の10月1日から2020年の12月31日っていう感じで、 ま、約1、2、3ヶ月ぐらいですね。これを集計してるイメージかなと思います。ちなみに、僕の場合のスコアの内訳なんですけども、この3ヶ月間の間に、アプリの起動であったりとか、AUPay のコード支払い。で、さらに、AUPay マーケットですね。ま、普段 AUPay マーケットを使うっていうわけではないんですけども、ま、少し前にキャンペーンが開催されてたので、ま、動画にアップした分、おそらくこの分が75スコアということで、反映がされてるのかなと思います。 で、それを元に、そのスコアをクリアすることによって還元率を上げることができると。で、僕の場合はシルバーなので、プラス1%される予定なので、実質4%分の還元をローソンで決済したら受けることができるということですね。で、この AU のポイントプログラムに関しては、なんか11月の1日から、まあ、スタートしてたらしいんですけども、ちょっと僕自身ですね、ちょっと先ほどもお伝えしたように、すでに始まったことが全然知らなくて、ちょっと見ようとしてました。けど、どっちなんですかねこれって今月から始まったものなんですかね ちょっとわかる方いらっしゃいましたらコメントください。で、そのステージをクリアするごとに、例えばシルバーであれば税込み200円ごとに8ポイント、これで4%還元。僕の場合は今度は1月から1月3日以降はこれになるという感じですかね。で、ゴールドであればプラス1.5%還元で税込み200円ごとに9ポイント、なんと4.5%。そしてプラチナになった場合はプラス2%をされて税込み200円ごとに10ポイント。なのでこれで合計5%分の還元を受けることができるっていう感じなので、なので、いわゆるその英雄経済圏っていうんですかね。まあそれを普段から 利用されている方で、あれれればおそららくこれをクリアされていいるる方もお中にいらっしゃるのかなと、いう,ふうに思っておりますであとこちらは一部の方に限るんですけども、サンタラの日、3月日ですね。3日、13日、23日ということで、au もしくは UQ モバイルを利用されている方の場合は、サンタラの日の場合は、得点ポイントとして5.5%で、合計でベースポイントと得点ポイント合わせて6%分の還元を受けることができる。プラス、au のスマートパスプレミアム会員の方はですね、プラス3%分の還元を受けることができるので、 まあ、サンタロウの日は、まあ、かなり暑いのかなと思います。で、au または有機モバイルご利用でないお客様、まあ、僕の場合ですね。そういった方に関しては特に変わらず、毎日3%以上の還元を受けることができるということですね。で、あと、ちょっとしたその変更点の部分なんですけども、まず対象となる支払いが、なんとですね、aupay のコード支払いのみということになります。まあ、普段からね、aupay の QR コードを見せて、お買い物する方は特に影響はないんですけども、ここで,ですね、気をつけてほしいのは、 対象外となる項目がなんと3つ追加されました。aupay プリペイドカードそして aupay のクレジットカード、そして aupay の月 pay 決済、あ、ごめんなさい、クイックペイ決済ですね。この3つが対象外ということになります。なのでまあ普段からこの3つで決済していた方は、特にそのローソンでの恩恵を受けることっていうのができませんので、もしお買い物する際は、もう aupay のコード支払いのみでお買い物を行ってください。で、上限に関してはこれまで通りの 1auid あたり毎月3000ポイントまで。 そして付与されるポイントとして、ポンタポイントが付与されるんですけども、翌々月の初旬に付与されるということになっております。以上が a u p イローソン生活応援企画のキャンペーンについてでした。で、ちょっとですね、まあ、先ほどのタイトルにもお伝えした通り、新年早々お試し会券祭りがですね、開催されるということで、ツイッターのフォロワーさんから情報をいただきました。で、気になる開催される日程なんですけども、1月6日の10時から、いつも通りお菓子やったりとか、まあ、ドリンクとか、まあ、そういったものがスタートすると。1月7日 他の17時からに関してはお酒がスタートすするとということで,すのでまぁ、ちょっとね、この日を狙って、まあポイントをそこまで貯めておくっていう、まあ,あと数日しかないんですけども、その時に D ポイント期間用途限定の消化に当てるのはいいのかなというふうに思います。まあ僕自身の予定として、1月6日の10時はちょっと、もそ、もしかしたら、まちょっと参加することは難しいかもしれないんですけども、もしかしたら1月7日17時からは、がっつりちょっと参加しようかなというふうに思っております。まあ多分ですね、ここら辺あたりにまた動画をアップしようかなと思いますんで、 楽しみにしていただければと思います。まあ、そんなこんなで今回は AUP 生活応援企画ローソンで3%還元のキャンペーンですね。こちらの変更とちょっとしたお試し会見祭りの情報についてお伝えをさせていただきました。いや、ほんとこのね、3%還元って地味に長く続くので、 個人的に嬉しいんですよね、このキャンペーンって。なので、今現在だと、ローソンの決済は迷わず、AUP 決済で行ってるので、個人的には助かるかなと。であと、200円ごとにポイント加算がされていくので、まあ、そのね、計算も、このキャンペーンのおかげでちょっと慣れてきたところではあるかなという感じですね。一応ですね、今回お伝えしたこのキャンペーンの公式リンクについては、下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ってことで、久しぶりのおまけということなんですけども、僕はクレジットカードは、ちょっと今現在は JQ エポスカードというのを、まあメインカードとまではいかないんですけども、まあエポス修行をするために今ちょっと使ってはいるんですが、まあその名の通りですね、このエポスカードの優待、まあいわゆるその特典を受けることができるんですよ。で、それが意外とちょっと便利が良くて、全然僕自身が知らなかったんですが、これユナイテッドシネマシネプレックスっていう映画館の割引を受けることができます。 まあもともとね、このエポスカードの優待ってどんなのがあるのかちょっと調べきれてなかったんですけども、まあもちろんね、知ってる方は多いかと思うんですが、その特典の内容は結構良くて、まず大人、大学生以上の方の場合は、当日窓口一般価格として1800円なんですけども、この割引を使うことによって、なんといつでも1300円で映画を見ることができるんですよ。で、さらにその、高校生以下の方の場合は、もともと1000円なんですけども、この優待を使うことによって800円でなんと映画を見ることができます。ですけども 一つ気をつけてほしいのは、まあ、 どんな映画でも OK なんですけども、当日券のみとなってるんですよね。まあ、例えばそのネット上で映画館で予約するときに席も予約して、まあ、映画館に行くことっていうのは最近全多くなってきてるとは思うんですけども、もしこのエポスカードの優待を使って映画に行く場合は、基本的には当日券のみとなりますので、もし利用される方はね、まあ、限られてくるとは思うんですけども、ちょっとそこは気をつけておきたいとこではありますね。で、僕自身もね、今回たまたまね、ちょっと映画見たいなっていうことが、まあ、ちょっと去年なんですけども、去年の年末ぐらいにちょっと 映画見たいなっていうことがあって、ま、せっかくだったら、ま、何かちょっとお得にいけないかなということで調べたらこれを見つけたんですよね。 まあ今だと D 払いのキャンペーンをやってたので、まあそれでも良かったんですけども、単純計算したらちょっとこっちの方が安いかなと思って、今回はこのエ,エポスカードの優待を使わさせていただきました。ちなみにね、ちょっと映画を見に行ったのはこちらの煙突町のプペルっていう映画を結構朝一で見に行きました。まあね、本当に内容としたらすごい感動する内容で、まあ個人的に結構おすすめの映画なというふうに思いました。ちょっとここには載せてないんですけど、その数日後ぐらいにちょっと友達に誘われて、もう一つちょっと映画を見たんですけども、 何でしたっけ名前が。新解釈三国志っていう映画を見たんですが、まあ、この映画を見た感想として、まあ、僕もね、人生で何度も映画館は行ったことあるんですけども、まあ、その人生で初めて映画館で寝たっていう感じのが感想でございました。ま、あ理由としたらちょっと内容が、っていうことでございました。個人差は絶対あると思うんですけども、ちょっと内容が僕にはちょっと合わなかったなっていうことが感想でございました。ということで、ありがとうございました。